トルスト作「クロイツェル・ソナタ」前回の続きからです。第23章私が非常に共栄心が強かったことは言うまでもないと思います。 もし我々の日常生活に共栄心がなかったら私たちは生きていくことができなくなります。で日曜日に私は趣向を凝らして宴会と音楽夜会の準備にかかりました。私は自分で宴会にいるものをいろいろと買い整えて客を呼んだのであります。 6時ごろに客は全部集まって、あの男も塩ビ服を着込み、上品なダイヤモンドのカフスボタンをつけてやってきました。彼は妙にザック・バランな態度をとり、何もかも承知しました。わかりましたというような愛嬌笑いを浮かべながら、さも忙しそうに応対しました。 お分かりでしょう。「そら人が何をしても言ってもそれは拙者が期待していたと同じことです」というような一種特別な表情なのです。私は彼の思っているだらしのない見苦しいものを全て一つ残らず異様な満足感を抱きながら見て取りました。 なぜならこれらすべてのものは彼が非常に低いレベルに立っていて妻も自分で言ったように自ら癒しをしてそこまで降りてゆくことはとてもできないということを立派に証明しているので私もすっかり安心したわけでしたしかし嫉妬はしなかったとはいうものの私はやはり彼や妻に対して 自然な態度が取れませんでしたで食事の間中も音楽が始まるまでの夜会の前半も私は依然として彼ら両人の動作や視線に注意していました晩餐会は世間並みの晩餐会と同じように退屈なわざとらしいものでしたで音楽はかなり早めに始まりました ああ私はこの晩の光景をどんな細かいことでも余すところなく覚えています。彼がバイオリンを入れてきた箱を開き、どこかの夫人に刺繍してもらった払いを取り、楽器を取り出して調子を合わせ始めたのをよく覚えています。また妻がわざとらしい平然とした表情でピアノに向かって 腰を下ろした様子も覚えています。私はその平然たる表情の陰に非常な気遅れを隠しているのを見て取りましたそれは書として自分の技術に対する気遅れなのです彼女がわざとらしい様子でピアノに向かうと例の通りピアノの方では「 LA の音を出しバイオリンの方ではピチカートを出して調子を合わせそれから歩を前に広げましたさてそれから今でも思い出しますが2人はちらと互いに目くばせをして席につく調子の方を振り返り何やら互いに行ったと思うと演奏は始まりました彼は ままず最初の和音を出しました。すると彼の顔は急に真面目ないかめしい気持ちの良い表情になったのですそして自分の音に耳を傾けながら彼は用心深い手つきで弦をひっかき回しましたするとピアノがそれに応えてついに合奏が始まったのです ポシェフは言葉を止め幾度も続けて例の奇妙な音を発したやがてまた言い出そうとしたが急に鼻を鳴らして再び口をつぐんだ2 <music> 二人はベートーベンの「クロイツェル・ソナタ」を弾いたのですと彼は語り続けた あなたは最初のプレストンご存知ですかご存知ですってううと彼は叫んだ。あのそなたは実に恐ろしい曲です。ことにこの初めの部分が。それに全体として音楽というやつは恐ろしいものです。一体あれは何というものでしょう 私はガテンがんきません全体音楽とは何でしょう音楽とは一体何をするものでしょうまたなぜ現在しているようなことをするのでしょう音楽は霊魂を高めるような働きをすると人は言いますがそれはナンセンスですでたらめです音楽は恐ろしい作用をします決して霊魂を高めるような働きではありません 音楽は,霊魂は高めも低めもも低しませんただ魂をイライラさす働きを自分の位置を忘れます人間を買って自分のものでない何かしら別な位置へ連れて行きます人は音楽の力につられて実際自分の感じないことを感じ自分の理解しないことを理解し自分のできないこともできるような気がするのです私はこれを次のように説明しましょう 音楽はあくびと同じ作用をするのです。人は眠くもないのに、人があくびをしているのを見るとあくびがしたくなる。笑うわけなど少しもないのに、人が笑うのを聞くと自然笑い出します。音楽はそれを作った人と同じ心境へ、いやおうなしに人を連れていってしまいます。その人の魂は、 作曲者の魂と融合して作曲者と共に一つの心境から他の心境へと移ってゆきますしかしそれは果たして何のためでしょう私には分かりません無論作曲した人は仮にこの黒いチル・ソナタを例にとればベートーヴェンですななぜ自分がそういう心境に至ったかがよく分かっていてその心境が彼にある一 一定の行動を取らしたのですからその心境たるや彼にとって意味のあることですが他人にとっては全然無意味ですつまりそれがために音楽はただ人をイライラさせるだけで解決をしてくれないそれはもちろんマーチが吹奏されて兵士が足並みを揃えて進む場合は音楽の目的が達知られたのです 舞踏曲が奏でられて人がダンスをすればこれも音楽の目的が達知られたのです。またミサが歌われて人が清算を受ければそれも同様音楽の目的が達知られたわけです。ところがその他の場合では単に人をイライラさせるばかりでしかもその焦燥の中で何をしたらいいかということは皆目わからないんですからね。 シナでは音楽は国家の事業となっていますがそれは全くそうあるべきことなのです一体どんな人間でも勝手放題に相手の者のに催眠術をかけてその後で自分のしたい放題なことをするなんてことを許していいものでしょうかしかも何より恐ろしいのはどんな背徳感でもこの催眠術師になれるという点なのです この恐ろしい武器が誰彼の差別なく手に入れられるのです。例えばこのクロイェル・ソナタ。ことに最初のプレストですね。一体あれをデコルテを着た婦人たちの間で普通の客間の中で引いてもいいものでしょうか。あのプレストを引いて後でお客の相手をしそれからアイスクリームを食べたり。 新しい一位の風評を語り合ったりしてもいいものでしょうかああいう曲は一定の厳粛な意味のある場合にのみ奏でるべきでしかもその音楽に相当した一定の行為を必要とする時に限りますつまり演奏された音楽の呼び起こす気分に従って行為しなければなりません その反対に好意をもって表現されないエネルギーや感情をやたらに時と場所を考えずに呼び覚ましたらそれは恐るべき反応を示さないでは起きません少なくとも私にはこの曲が恐ろしい作用を及ぼしました私は何だか今まで少しも知らなかった新しい感情や 新しいポシビリティが開かれたような気がしましたああこれなんだ今まで俺が考えたり生活したりしていたのはまるで別なのだなるほどこれだとそういう声が私の胸の中で聞こえました私の悟った新しいものが何であるかは 私自身にもはっきり分かりませんでしたがしかしこの新しい心境の意識たるや実に喜ばしいものでしたすべての人がまるで別な光に照らし出されたような気がしましたこのプレストのあとで2人は見事ではあるが極めて平凡な新しみのないアンダンテに 俗悪なバリエーションをつけて引き進みましたそしてフィナーレに至るともはや全く力抜けがしていましたそれから二人は客の声によってエルンストとエレジーやその他いろいろの小曲を弾きましたそれらはみんなよくできましたがしかし 最初の曲に比べると100分の1の印象をも私に与えませんでしたつまり最初の曲が与えた印象を背景として演奏されたからです私は一晩中軽々とした楽しい気分で過ごしました私はこの晩みたいな妻の様子を かつて見たたことがありませんでした演奏している間のあの輝かしい目あのいかめしくもものものしい表情それから演奏を終わった時のぐったりと慣れたような体つき弱々しい哀れな幸福らしい微笑私はそういうものをことごとく見て取りましたけれど別に しして意味を認めませんでしたただ妻も私と同じ心持ちを経験したのだ妻の心にも私と同じようにまだ味わったことのない新しい感情が掲示され改装されたのだとこんなふうに解釈しただけでした夜会は無事に済み一同はそれぞれ参じて行きました トルハチエホスキーは二日後に私が軍貴族会の集会に出かけなければならないことを知っていたので別れ品に私に向かって今度またモスクワへ来た時にもう一度今夜の喜びを繰り返したいと言いました私はこの言葉からしてこの男は自分の留守の間に 家へ来るわけにいかないなと思ってるなと結論しましたそれが私には愉快でした聞いてみると彼がモスクワを去るまでに私は田舎から帰って来られないので二人はもう会うことができないということがわかりました私は初めて真の喜びを持って彼の手を握り その演奏を感謝しましまた彼も同様、正式に妻に別れを告げましたが、二人の別れの挨拶は、私の目に極めて自然な、極めて礼儀正しいものに移りました。何もかも結構ずくめです。私も妻も心から今日の夜会に、 満足したのであります。